本日はセルマーから新発売になったこちら、シュプレームを試装しにやってまいりました。今いるここは、お茶の水にあります下倉楽器さんです。今日はですね、下倉楽器さんご協力のもとこの動画を撮っております。皆さんすごく新しいモデル気になっていらっしゃると思いますので、私もちょっと試奏して、音を聞いてみていただきたいなと思います。いろいろと形とか構造が前とはだいぶ違うので、いろいろと細かいところ気になるんですけれども、いきなりもう吹いてみようと思います。いい感じです。パッと吹いた感想、音がこの太さのまんま遠くに飛んでいくような感じがあるのと、今までのジュビリーの3に比べると丸くてあったかい系の音色ですね。割と3を吹いているとこうツヤっとしたつるっとしたそんなイメージの音が出やすいんですけれども、こちらは割とふくよかでどっしりとした芯のある音が出しやすい楽器だなとパッと吹いた感じはありますね。で、このネックの部分ですね、これのネジの位置が変わるらしいので、ちょっといろいろ場所を変えてまずはちょっと吹いてみようと思います。ぐるぐるっと、おお、回りました。まずはちょっと私から見て右側にこんな感じでつけて吹いてみます。なんかここにネジがあるってすごい斬新ですね。自分に音が返ってきてよく聞こえるなという感じがします。ではちょっと反対側に移動させてみようと思います。ぐるっと回して、こんなことなかなかしないのでちょっと面白いですね。次は私から見て左側にネジを向けてセッティングしてみます。ネジが向いていたからか結構自分にはよく聞こえるんですけど、ちょっと音が止まってるのかなっていう感じもしたんですね。こっち側に向けてネジが向こうに向いていると音がこうスコーンと飛んでいってるような感覚がありました。結構響きも充満してるかなっていう感じがします。
かつこう息で表情を作っていきたい時に作りやすいかなっていう気がしました。それではいろいろと見た目にも構造的にも変わってるようなので、ちょっと詳しく見ていこうと思うんですけれども、まあ、分かりやすいところから言うと、このフロント F キーの形がね、なんかまっすぐになりましたね。全然違いますね。それからこのサイドキー、横から見るとこのファのところの曲線がめちゃくちゃ美しいなと思って見ておりました。それから模様ですよね、彫刻いかがでしょうか。なんかすごく現代アートみたいな感じになってます。前はこのお花がメインであったとは思うんですけれども、その中にこう四角いキューブ状の模様がたくさん描かれていて、それが結構あちこちに散らばっています。かわいい。ジュビリーに比べるとかなりはっきりと彫刻がしてるかなっていう感じがします。あとここですね、このカバーもなんかおしゃれに細くなりましたね。そしてこっちのキーガードの方、ここの形も特にここは分かりやすいですね。だいぶ変わってますね。なんか洗練されています。そして見た目にも分かりやすい、これここのキーは細長い形でしたけど丸になりましたね。この辺もちょっとちっちゃくなってるような感じがあります。この隙間がだいぶ空いたかなっていうのと、あとはこのテーブルキーも吹いた感じ、かなり押しやすくなる配置になっています。そして多分すごく変わったところがここですね。ここに1個トーンホールが増えています。ここです。いやこれめちゃくちゃでかいなと思いました。あの音程を多分気にしてここが作られたんだと思うんですけれども、さっきアルルの女吹いてた時にどのシャープが全然音程が気にならない。ちょっと吹いてみますね。今までの3とか2の時ってこのドシャープを吹く時って結構難しくて、音程が結構低かったので、こう補正キー使ってましたよね。こんな例えば2、3と4、1とかオクターブキーと3とか使って吹いてました。でも今は多分何もいらない。ここをドシャープの時に押すんだよって私は教わったんですけれど、これもいらないんですね、もちろん。すごくいいです。それからやっぱりちょっと左手が低いなって私は少し思ってたんですけれども、この楽器そんなに気にならないです。特にこの嘘とか、なんか全体的に音程もかなり改善されていて、なんというか音色もまろやかになって、こう心にじんわり届く感じもしますし、音程も良くなって、しかもおしゃれになって、なんだか本当に次世代の新しいセルマーの楽器という感じがしました。お値段は85万ぐらいって言ってたかな。で、あ、そうですね、この色が全然違うのも最後に見ておきましょうか。これがシリーズ3なんですけれども、全然違いますね。同じラッカーではあるのかな。こっちがブラックラッカーって言ってましたかね。少し色が濃いですね。こっちかなり黄色い感じがしますね。
それでもズミリってちょっとラッカーでもオレンジっぽいんですけどね。これが私の3で、ゴールドプレートで、こっちがシュプレーム。やっぱちょっと色こっちの方が濃いですね。うん、リファレンスの色にちょっと似てるのかなっていう気がしました。やっぱこの色の違いもあって、少し今までよりかは音も渋めなのかなという感じがします。本日はここ下倉楽器お茶の水店さんで、本日発売になったセルマンの新モデルシュプレームを試奏させていただきました。すごく素敵な楽器でした。私も本当買いたいなと思うんですけれども、お財布と相談しようかなと思います。お店で吹けるそうなので、ぜひぜひ試奏しにいらしてください。ご視聴ありがとうございました。サックス奏者門口圭人でした。